はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。ね、まあ一応頑張っていきましょうということで。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、今日は、すごいちょっとリクエストを聞きました。どういうね、あの、一生に一度しか開けないサイトっていうのが、ね、すごいね、これね。一生に一度しか開けないサイトってさ、はい、いや、そんなのないと思ってたから俺。面白いよね。リアクションとか用意できないし。そうね、あ、そうなんだ、そうなんだよ、見たいんだけど動画を撮らざるを得ないっていう、そのダブルパンチ。パソコンとかの IP アドレスを全部取っちゃうから、本当に同じパソコンだったら二度と開けなくなっちゃうらしい。あ、そう。じゃあ俺のパソコンだったら見れた。あ、いや、そう、そういうことなんだけど、俺も見てないし、俺無知すぎて全部のパソコンで一人一回しか見れない。マイナンバーみたいな、マイナンバーみたいな感じ。はい、行きました。プラスライフっていう、これね、あ、ちょっと不思議なサイトなんですよ、うん、で、もう多分押したらもう離脱した瞬間に一生入れなくなっちゃうし、もうでもね、一生に一度しかないことってあんまないからね。そうだね、一生に一度しかできないことってなんだろうね。いや、その制約をつける意味がないからね、今時って、うん、で昔はテレビとかも録画とかできなかったから、あ、一生に一度だし、映画とかももう見れなくなっちゃうとかあったけど。そうだよ、今時一生に一度なんてね、あの、願い事ぐらい。いや、別に一生のお願いぐらい。いや、一生のお願いは一番やれるあれ一番できるんだよ。あれ一番できるんだよ。いや、来るライフ。あ、なんか言ってる。ライフって書いてあって、牛がいます。で、額に入ってる絵ですね、これ、うん、ね、ちょっと押せばいいかな。押せばいいんだな。え、ちょっと嬉しい。一生に一度しか撮れない企画、毎日投稿中。いやいや、関係ないで、一生に一度しか見れないサイトね。うわ、動いた。人生における重大な決断はある日突然やってくる。人生における重大な決断はある日突然やってくる。あなたはどっちを助けますか。助けますか。あなたの母親。え、どういうこと。知らずの子供。母親だって。うわ、なんかやばい。あなたの母親が助かりました。見ず知らずの子供が死にました。どう、赤ちゃんの子みたいな。びっくりした。終わり。いや、終わり。何のメッセージ性があるんだろう。これちょっと嫌だね。いや、もうだからそれ嫌な気持ちにはなるね。まあ、母親を選ぶ人が多いだろうけどね。ただフォローするとすれば、人生で急にこういう決断が来た時があるってことだろうな。そういうサイトを2回以上開けるようにしたら、じゃあ子供助けてみようとかできるんだからってことね。だから二度目はありませんだって。いい状況のミスタマイモンドは、一生に一度しか見れないサイトっていうのをちょっと、そうね、はい、開いてみました。まあ僕らは興味本位で、まあだからまあ進められて、なんかまあ面白そうだなと思って見たけど、まあ、楽しいものではないから、そうね、そんななんかその自分で今から検索して見なくてもいい。このサイトわざわざ作った意図は何かあったんだろうね。はい、以上今日のミスタマイモンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。最後まで行った時に聞こえてたら正解。